えー、20世紀の初めにですね、まあ、今でいういろいろな何て言いますか例えば、えー、ココ・シャネルこれがまあかなり最初なんですけどもそれからイヴ・サン・ローランとかラルフ・ローレンとか、まあ、今はですね、あのー、非常に素晴らしいデザインのものっていうのはですね、えー、20世紀の初めに登場してきた まあこういった一連のデザイナーですね、まあ、その人たちが実はその20世紀の初めに始めたわけですね。まあ、ここシャネルっていう人はフランスで女性なんですけどねそれまでまあフラ女性っていうのは大体えと劇場にあの金持ちの女性の方が劇場なんか行っておりましてそれからえお金のない大衆のご婦人はンペみたいなのを入ってたんですけども。 えちょうどその中産的なですねまあ今のご婦人のような方がいっぱい出てきて帽子から始めたわけですけれどもまあ,あ,のあれなんかも確かあのパンツですね今の言うパンツパンタロンなんかもですね彼女が最初だったかと思うんですねそれ20世紀の初めに出てくるわけですそれからマックス・ファクターっていうのは今会社の名前なんですけれどもマックス・ファクターという人はですねいわゆるメイクっていうのを最初に始めた人ですね。 あのメイクっていうのはあのお化粧とちょっと違うんですね。厳、ま、密、あ、あに言えばですね、いわゆるホモベにのようなものですね。顔の一部にベニを塗ったり唇、ね、唇を赤くしたりすることによって魅力的にするっていうのと、メイクっていうのは顔をこう作るんですよね。作るわけです。作り上げるというか、メイクアップですね。これを言葉を作って、えー、まあ女優のメイクアップから始めたんですけども、それが現在ではもうメイクはもう普通のことになってる。つまり部分的に 方便に塗ったりするんじゃなくて、顔全体をきちっと作るっていうですね。これはもうまあまあ、私の記憶では1923年頃でしたかね。マックスファクターが始めたんですね。後に会社になるわけでありますから。それじゃあ20世紀になって、ココ・シャネルなり、サンローランなりマックスファクターなりですね。そういったものがずっと出てくる。これはなぜかっていうとですね、19世紀、産業革命が18世紀ですかその100年前の。19世紀にその産業革命の影響でですね、 まあ人類社会がどん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 豊かになり、えー、まあそれまで貴族だけが豊かで一般人は貧乏暮らししてたんですけども一般人までどんどん裕福になっていくんですね。ですから女性も解放され、えー、それまでもんぺ履いてたああ女性がですね、えー、パンタランを履くともっといろんな華やかな色彩のイブ・サン・ローランとか、まあ、そういうものをやあの身につけるっていう時代になりました。えー、マッックククファクターのメイクアップな やがてて全女性に広まっていくわけですねこれは何と言っても大衆が力をつけてきたということなんですね。それに応じてやっぱり大きく社会が変わっていきます。主には民主主義になるわけですね。プロトンスタンティズムっていうか共産主義っていうのもあるんですけど主力は民主主義できたわけですね。それは民主主義はなぜできたかというともちろん大衆今まで貧乏だってその日その日の暮らしが で精一杯だった大衆がですね、まあ、政治に参加したり社会活動に参加するということだったわけですねそれからでまあ,オルトがあのオルここに書いたオルテガ・イ・ガセットっていうですねまあ人がですねまあこの人評論家っていうか小説家っていうかですね「大衆の反逆」という本を書くんですね、まあ、この本が1930年に出るわけですが、まあ、実にまあ文体は少し過激な、まあ、特に日本語に翻訳したやつは過激な文体なんですけれども 実にその,その後の世界をよく当てはあの説明しております。どういう世界か簡単に言いますとですね、えー、と貴族は自分独自を求めるだから自分でものを考えそして俺はこういう考えだっていうことになるところが大衆っていうのは何かっていうとですね全部同じようなものに揃えたいつまり他の人と合わせたいという欲求を持ってるこれが大きく違うんだ。 ということをまあ言ったのが実はその今で言えば貴族は自分の頭で考えるんだけど大衆は KY なんですよ要するに空気を読むんですねでそれでこのヨーロッパ文化っていうのは崩壊してしまいますよとつまりヨーロッパ文化っいうのは今まで貴族の文化でまあアイデンティティっていうかですねその自分一人 のやっぱり自分はこういう人間なんだっていうのを尊重してたんだけどもそこに市民大衆が現れることによってですね、えー、彼はこう言ってるわけですね大衆っていうのは自分がみんなと同じであることを苦痛と思わず逆に同じであることを喜びを思える人間これを大衆だとか言ってるわけですねそれをいち早くこの気が付いてそれをその情報操作会社の中に取り入れたのが 実は朝日新聞なわけですね。だから朝日新聞というのは貴族社会では売れないんですね。20世紀型新聞、新聞というか情報操作会社なんですね。まあ、それによって何が起こったかってやっぱり戦争なんですね。貴族はやっぱり戦争を基本的にしたくないんですよ。自分がうんと得するな、なら戦争するんですけど、自分も死にますからね、戦争で。領土も取られたりしますから。えー、ところが大衆はですね、もともと取られるものがないんですよ。領土もないしですね。だから、 結局先導されたままになっちゃうんですねそれで結局20世紀に入って戦争ばかりが1945年まで50年間続いたんですけどそれはその新聞が煽るんですよ例えば日本でしたら「鬼畜べーって朝日新聞が煽るんですよそうすると大衆はですねさっき言ったように人と違うことに喜びを感じるんじゃなくて人と同じことに喜び感じちゃうのでそうだそうだそうだってなっちゃうんですね家計学園 これはもうお友達の問題なんだ。スタップ細胞、オボカツさんが悪いんだ。ってもうここにわーっと一方向に行っちゃうわけですね。それで、まあヨーロッパでもナチスが登場し、日本もまあ戦争に巻き込まれていくと。まあこれをやったのが、まあ簡単に朝日新聞なんですね。つまりメディアなんですよ。まあよくあのヒトラーのあれで、えー、まあ、えー、 情報操作をしたというふうによく言われるんですけど実はこれはオルテガイ・ガセットが言った大衆の時代とは不和雷同の時代であるということなんですね。それが20世紀の戦争をあれしました。つまり朝日新聞は非常に重要なことに1930年代に気がついたと思われるんですね。そそれれははでですね今までは有用な情報をを提供しそれによって一人一人人が頭を ひねって考える材料を提供するというのが情報提供だったんですけども、1930年以来、朝日新聞はですね、どういう報道をしたかっていうと、大衆は真実は知らなくてもいい。大衆は隣の人を見て、隣と同じであれば満足する。ということはどういうことかっていうと、隣と同じになるニュースを流す。つまり分かりやすいニュースを流す。アメリカは悪い。家計学園は友達だ。 こういうのを流す。例えば、家計学園の問題はですね、安倍首相が、えー、憲法改正を出した途端に朝日新聞が出すんですよ。いつもこれなんですね。つまり、憲法改正議論っていうのは大衆になじまないんですよ。なんで憲法改正議論が大衆になじまないかっていうと、意見が違うからなんですね。例えば、憲法9条。大きく言えば、まあ、男性の多くは憲法9条の改,改正に賛成だ。女性の多くは憲法9条の 改正に反対ですね。そうしますと、必ずこの憲法改正問題っていうのは、対立を生み出すんですよ。この対立を生み出す方向のものは、絶対に大衆は嫌なんですね。もう何も考えずに合意できる方に行くんですよ。つまり、認知症、頭の認知症になる方に行くんですね。それで、朝日新聞は、えー、憲法改正議論が出てきたら即、 家計学園問題を出してくるわけですねそして優しい問題を実は大衆に提供するわけですそして大衆はですねじ事実はどうであるなんてことはもう全然興味がないんですねただみんなと同意できればいいそうなるとまあ籠池さんの森本学園問題とかそういうのがも,ものすごく分かりやすいんですねつまり朝日新聞が 情報操作会社として知っている極意は大衆は同,率を同一を望むっていうことこなんですねしたがってどうしてもですね例えばあの朝日新聞がでっち上げた南京虐殺事件とか、えー、韓国の慰安婦事件というのはですねも,っとも,もちろん全然事実と違うんですけどもこの20世紀の大衆型社会においてはですねその事実であるということは確認されないんですよ大衆だから。 で事実を確認すると対立が起こったり議論が起こったりアイデンティティが問題になったりするんですねところが事実じゃなくてもいいんですよみんなが同一になれるような話題を提供するそうするとみんなが沸騰してあるいは310万人死ぬ戦争に突入するしまあ非常安倍さん安倍内閣が非常に大切な内閣であってもそれを潰すような方向に行くこれは全て 朝日新聞がオルテガイ・ガセットの原理をよく1930年代に理解したということによるんではないかと思われます。